YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。速習生講座を担当しております、講師の坂本です。今回はですね、こちらの合格体験記を使って、特にですね、独学者の受験者が失敗しがちな、話をしていきたいなというふうに思っております。こちらのですね、合格体験記、ちょうど昨年の2017年の体験記がちょうど昨日ね、出来上がりましたので、これ資料請求すればね、手に入りますから、ぜひ受験生の皆様には読んでいただきたいなというふうに思っております。まあ、私の担当しております速習生講座の方もですね、まあこういった形で掲載されてますので、まあ行政書士の勉強との出会いとかね、学習方法とか載せてくれてます。まあこの方なんていうのはネットで受講されて1回で受かりましたよという方ですね。まあその他にも、まあ、これライブの方ですけども、まあ、一発で速習生講座で一発で受かりましたよ、まあ、こういう方ね、どういうふうな学習をしたのかっていうのが分かりやすく書かれてますので、ぜひご覧いただきたいなというふうに思ってます。で、今回皆様に紹介したいのがこちらの方がね、いいことを書いてるんですね。この方はですね、2回受講されてます、受験されてますね。で、1年目は独学で学習しました。で、2年目が速習生で見事合格と、まあ、こういう流れです。で、この方の体験記何がいいかというと、独学の時の、まあ、失敗談を書いてくれてるんですよ。まあ、独学の時は4月から学習を開始しましたと。で、どういう内容かというと、過去問5年分を8週ほどやりましたと。で、分からなければテキストに戻る、いわゆる過去問中心の学習方法、ね、過去問を軸に置いた学習ですよ。で、どのぐらい時間割いて学習しているかというと、この方ね、働きながらなのにかなり頑張っている。平日ですね、2時間から3時間、休日6時間、1週間平均で25時間はやってたと思いますと。まあ、非常に頑張られてますよね。で、なんとかなるだろう、まあ、そういうふうに普通は思います、こんだけやってたら。でも本番受けたら、まあ、結果出なかったと。まあ、こういうことを書いてくれてるんですね。でです。この、ね、失敗談というのは本当に、ね、試験の後独学でやった方から、ね、よく聞く話なんですね。で、これは極端な話ではなくて、過去問と過去問の、ね、問題と答え、例えば今の方のように5年分完璧に覚えましたと。で、その状態で本番行って受かるかというと、それは無理です。なぜかというと、法律の知識というのは一つの条文でもいろんな表現のされ方で、いろんな言葉で問題というのは作れるんですね。なので、これ作る時に応じて表現が変われば、これ具体的な問題の内容自体は変わるということですか。なので、一つのね、これまで出ている過去問の問題と答えを覚えていくだけでは、これ到底合格は難しいという話になります。例えばということで、こちらの練習問題をご覧いただいて、これまあ個人情報に関する定義の問題です。まあ、1問目の過去問でですね、死者に関する情報を含まれるかという問いについて答えを見て覚えるわけです。ね、死者に関する情報は含まれませんよ。で、2問目。今度は外国人に関する情報を含まれますか。で、この問い、答えはというと含まれますよ。これを覚えていくんですよ。例えば、じゃあこの2問を覚えて本番行きました。こういう時にどういうふうに出るかというと、こういう感じで出ます。個人情報には法人に関する情報が含まれるか、丸か×かと。こういうことです、ね。この上の2つを覚えて本番解けますかというと、ちょっと難しくないですか。死者と外国人ではないですよね、法人というのは。なので、問題を覚えて、これ本試験行く人というのは、要は同じ問いであればね、同じ死者、外国人であれば解けるんですけども、これ表現変えられちゃうと分かんなくなってしまうんですよ。で、何が大事かっていうと、学習法としては必ず落としどころはインプット知識、いわゆるテキストです。まあ、条文でも構いません。この個人情報の定義についてはこういうふうに説明されます。生存する個人に関する情報だって特定の個人を識別できるもの、まあ、こういうふうに説明されるんですね。で、事前に問題解いた時に必ずこれを確認することです。死者に、生存する個人に関する情報、これは死者は含まれないですよね。死亡してるんで。じゃあ外国人はっていうと、生存する個人ですよね。なので含まれる。で、この生存する個人っていうのを本試験問題法人に当てはめれば、
これは含まれないぞということで答えが出てくるということです。まあ、要はこの独学で頑張ってらっしゃる方の中でやっぱりねテキストももちろん使ってると思うんですよ。今先ほど紹介された方も、紹介させていただいた方もね、使ってるとは思うんですけども、やっぱり比重としては特に直前期のところです。過去問の丸暗記に走りやすいという傾向はね、あるだろうなというふうには思ってます。で実際ですね、まあ私の担当していく速習性講座ですけども、まあ、演習を大事にという話は当然していきます。ただ講義のもう9割方はですねやっぱり中身の説明なんですよ。もちろん出題のされ方とかね、引っ掛けのパターンとかそういうこともこう紹介はしていくんですけども、やっぱり一つ一つの条文がどういう意味を持っているか、どういう論理の流れをたどるか、まあ、そういう解説に本当に軸を置いて、講義の方は展開していきます。まあ、それに即してですね、学習を進めていただければ短期で受かること可能になってきます。今紹介させていただいた方もですね、まあ、独学の時は演習中心でしたということで書いてるんですけども、まあ、速習性講座を受講して受かった年はというと過去問からテキスト中心の学習スタイルへ変わりましたよということですね。まあ、こういった形で書いてくれています。まあ、あとはですね、このまあ理解に軸を置いて学習していきますよというのが速習性クラスですけども、やっぱり半年で受かるためには時間はあまりにも短すぎます。なので講義の方ではですね、課内のメリハリ付け、これを私の方で行っていきます。で受験生に注意してほしいのは、特にこの人と同じようにできればやってほしいなというふうに思います。どういうことかというと、私は坂本講師のクラスでしたが、坂本講師は試験に出る出ないのメリハリを大胆につけてくれるので、その指示に従い出るところは重点的に復習し、出ないから切っていいと言われたところは一切見ませんでしたということですね。まあこういった形でですね、まあ講義の中でメリハリ付けを私がつけていきますので、そこに従ってですね、学習の方を継続してくれれば、いい結果ね、出せると思いますので、ぜひですね、信じて、頑張っていただければというふうには思っております。さてそうしましたらね、まあ今回の説明についてはこのぐらいということにしておきます。それではお疲れ様でした。